マルティニーク島侵攻は、ツラ乱戦争中の1674年、ネーデルラント連邦共和国によるフランス王国領マルティニーク島の侵攻。オランダが兵力で大きく優勢だったにもかかわらず、フランスが決定的に勝利した。1672年、フランス王国とイングランド王国はオランダに宣戦線復刻した。しかし、オランダが北海での海戦に勝利したことで、 イングランドは1674年のウェストミンスター条約で英ランの戦争を終結させた。これによりオランダは海軍力をフランスに集中することができカリブ海におけるフランスの植民地事業の根拠地であるマルティニーク島への侵攻が決定された。オランダのカリブ海におけるプランテーションは戦争で荒廃していたがオランダはマルティニークを占領することで 残りのフランス植民地も素早く征服することができ、超アンティル諸島全体を支配することができるという狙いだった。これらの目標を達成すべく、オランダは当時最良の海軍提督とされるミヒルデロイテル提督率いる大艦隊を編成した。この艦隊には80門の機関でゼーベンプロビンシェーンを首とする戦列艦18隻、そして支援船と輸送船船36隻。 および、進行軍3400人が含まれていた。若いスティルム伯爵が、陸軍の指揮官に任命され、軍事総督として振る舞うことを計画されたが、マルティニークへの教習自体は、オランダ裁量の工場戦専門家、ホルネ伯爵が指揮した。マルティニークの守備軍は中は職業的な民兵であり、騎兵2個大隊と、不評数個大隊で、理論上は約2000人に上る。 しかし、その指揮官である、バース公爵は、政府の所在地で島の北にある、サンピエールに守備軍を集中するというミスを犯し、一方のロイテルは、西海岸にある主要な港の、フォール・イコール・ロワイヤルへの攻撃を選択した。フォール・イコール・ロワイヤルは、現地の民兵隊が駐留する要塞と、トマクロードルナールド・フシャンベルグを艦長とする例。 銃に守られ、さらに港に停泊していた商船からの支援も期待できたが、不確定要素も多かった。まず、フォールイコールロワイヤルの民兵隊には100人しか集まらず、しかも隊長を含む4分の1が脱走してしまった。入港していた商船のうち3というスター種の一隻しか武装していなかった。要塞も、 実質的には急勾配の岬の周りに配置された木製の柵、水辺にある要塞化されていない砲台2箇所、岬の南端にあるフォールイコールロワイアルワンの内向に向けている大砲4門、及び東側の停泊地を睨んでいた大砲約12門の砲床だけだった。そのため、最も有力な武装は戦艦のレジューだったが28門フリゲートと小型船であり、 選手から船備までわずか100ヒートで、乗員も150人しかいなかった。オランダ艦隊は1674年7月19日に、マルティニーク沖に到着したが、海が穏やかだったため攻撃を開始できず、フランス側が大急ぎで守備を整える時間を与えた。商船2隻が自沈した他内港の入り口に防災が設置された。経験豊富な探検家。 ギオームドランジュが残りの民兵を編成した。民兵隊への増援として会員が派遣され、自沈した小船からの死願兵とれ、銃からの少数のマスケット銃士もそれに加わった。7月20日の朝、マルティニーク総督アントワーヌ・アンドレド・サントマルトが、いくらかの兵士を連れて、到着、守備の指揮を取ったが、これらの増援をすべて足しても、守備軍はわずか160人しかいなかった。 オランダ軍の攻撃は9時に始まり、まず艦隊が砲撃を行い、続いて上陸軍の第一波が無甲板船の船体が要塞の西側にある守備されていない崖に向かった。上陸軍は11時に平民の集落がある砂浜に上陸したが、守備軍は要塞から砲撃を行い、スティル無伯爵が負傷した。民間の記述では、 オランダ軍の多くが上陸後に規律を失って、ラムシュの倉庫の略奪に走ったとされているが、オランダ軍の指揮官は、残りの軍勢を率いて要塞への教習を準備した。オランダ軍は、要塞の陸側にある柵に向けて進んだが、民兵と会員のマスケット銃射撃で撃退された。オランダ軍の別動隊が崖を登って、要塞の内側に入れる狭い道を見つけたが、その攻撃は、 ドランジュに見られた。古傷により、マスケット銃を扱えないドランジュは、オランダ軍に石を投げ、他の兵士や会員も急いでやってきて、ドランジュと共に戦った。海軍の派遣隊の指揮官だった、マルティニャック将尉は密集していたオランダ軍に向けて、繰り返し発砲、一発で二人を倒すよう照準した。やがて戦闘は近接戦になったが、オランダの軍機種が殺され、 その旗が奪われた。軍旗を奪ったのは、ルナール自身とされている。オランダ軍は少し混乱しつつ撤退したが、午後には攻撃を再開した。まずフリゲートで港を直接攻撃しようとしたが、自沈した商船に阻まれて、失敗、逆に西側の要塞の砲台からのタデイ、東側の内港にルレれ、銃とサンいうスターシュからの片原生者にさらされた。 オランダ艦が撤退すると、陸軍が再び要塞を攻撃したが、ルナール艦長がレ10を内港のより近い場所に移動させて、武道弾の戦車で、王戦、さらにレ10の旋回砲六門を要塞に配置して、オランダ軍に直接砲撃できるようにした。結局数時間をかけて、攻撃は失敗。ロイテルは撤退を命じた。オランダ軍は、死者143。 重傷者378を出した。フランス軍は、戦勝者を含む損害が16人しかいなかったが、弾薬が不足しており、オランダ軍がすぐに襲撃を再開すると信じられたため、サントマルトは要塞を放棄して船を燃やすよう命じた。残りの商船はすぐに出港したが、ルナール艦長は、サントマルトの命令をできるだけ長く無視、夜通し出れ、重艦上で待った。翌朝、 オランダ軍の動きが全く見えなかったためルナールは調べるよう命じ、オランダ軍が夜に紛れて乗船したことと、オランダ艦隊が去ったことが判明した。残ったのは戦死者と重傷を負って動けなかった人、そして放棄された武器と装備だった。守備軍は劇的に、そして予想もしなかった勝利を得た。フランスの歴史家は、マルティニークでの戦闘を驚異的な成功だとした。 偉大なロイテルと無敵のオランダ艦隊がフリゲート一隻に撃退されたのだった。マルティニークはその後もフランス領のままであり、ルナールはダンブリモン公爵に除され、後にフランス領にシーンドの総督としてフォールイコールロワイヤルに舞い戻ることになる。一方のオランダ艦隊は大西洋を航行して撤退、薬病により損害がさらに拡大した。 アメリカにおけるオランダ植民地帝国の拡大は失敗。オランダ領スリナムとオランダ領アンティルしか残らなかった。現代の歴史家のうち17世紀のオランダ海軍力を専門とする者の,の中にはこの戦役への言及を避ける者も,もいる。ありがとうございます。